金大中事件は、1973年8月8日、大韓民国の民主活動家及び政治家で、後に大統領となる、金大中が、韓国中央情報部により、日本の東京都千代田区のホテルグランドパレス2212号室から、拉致されて、船で連れ去られ、ソウルで、南京状態に置かれ、5日後に、ソウル市内の自宅前で発見された事件である。 近代中拉致事件とも言う。近代中近代中は1971年代官民国大統領選挙で新民党の正式候補として立候補したが民主共和党の候補、僕正紀現役大統領にわずか97万秒差で敗れた。僕は辛くも勝利したが民主主義回復を求める金に危機感を覚えた。大統領選直後、大型トラックが 金の車に突っ込み、三人が死亡。金は腰と股関節の障害を負った。後に、韓国政府は KCIA が行った交通事故を装った暗殺工作であったことを認めている。その際、日本の暴力団への依頼も検討していたことが、国家情報院の過去事件の真相究明委員会で明らかになっているが、最終的には KCIA による外国での殺害を、 断念した。翌年、僕は、非常事態宣言を発布し憲法を無視して、国家を戒厳令下に置いた。その時海外にいた金は韓国に帰れば殺されると判断し、帰国を断念。日本やアメリカの実力者と会見をしたり、海外在住の同胞たちに講演したりして、韓国の民主主義と自由選挙を求める運動を行った。ちょうどその頃、法の側近であった。 李光楽中央情報部長が平壌を訪問し、平壌の近英中組織指導部長と会談し、逆に英中の代理として、牧政鉄第二副首相が同年5月29日から6月1日の間ソウルを訪問していると会談し、7月4日には南北共同声明を発し祖国統一促進のための原則で合意した。この歴史的会談によって、 李の韓国国内の評価は一気に高まり、ポスト牧政器との噂さえ囁かれるようになった。そんな中、首都警備司令官、伊室将軍が李との談話で漏らした失言に激怒した牧政器は、両人並びに関係者を拘束し、徹底的に調べ上げるように命じた。しかし、ここで側近から造反者が出たように見られるのは、牧政権にとって痛手となるため、李光楽は釈放された。 こうして、僕の機嫌を損ねた李は、なんとか名誉挽回に、法の性敵である金を拉致する計画を立てるに、至ったのである。1973年7月、世界でも民主主義の活動家として高い名声を得るようになっていた、近代中は、日本の自民党左派の宇都宮徳丸に招待され、講演するため東京を訪問した。当時のことを、金は、私が東京に着いた 友人たちが在日韓国朝鮮人のヤクザたちが私を狙っていると忠告してくれました。在日韓国朝鮮人のヤクザたちは大韓民国居留民団や KCIA と強い結びつきがあるのですと後のインタビューで語っている。すぐに亡命者生活に入り2.3日ごとにホテルを変え日本人の偽名を使った。1973年8月8日午前11時ごろ。 金は東京のホテルグランドパレス2212号室に病気療養のため宿泊していたハリー一党、民主統一党党首に招かれ会談した。前年開業した同ホテルは、休断した交差点を飯田橋方面に入ってすぐにあり、裏路地からは朝鮮総連本部に資金の場所に位置している。午後1時19分ごろ、会談を終えた金は2212号室を出た。 ところを6、7人に襲われ、空き部屋だった2215室に押し込まれ、クロロホルムをかがされて意識が朦朧となった後、4人によりエレベーターで地下に降ろされ自動車に乗せられた。パレスホテルから自動車で関西方面のアジトに連れて行き、その後、工作船で神戸港から日本を出国したとみられる。朦朧とした意識の中、こちらが大津。 あちらが京都という案内を聞いたと、近代中は証言している。近代中は、船に乗るとき、足に重りをつけられた、海に投げ込まれそうになったと、後日語っている。しかし事件を察知した、海上保安庁のヘリコプターが、拉致船を追跡し、照明弾を投下するなどして威嚇したため、 日本国政府に拉致の事実が発覚したことを悟った拉致実行犯は、近代中の殺害を断念し風山まで連行し、ソウル特別市で解放したとされている。近代中自身、日本のマスコミとのインタビューで、甲板に連れ出され、海に投下されることを覚悟したときに、追跡していた日本のヘリコプターが、照明弾を投下したと証言している。航空自衛隊、米空軍機が、 会場に威嚇射撃したとする書籍も刊行されている。拉致から5日後、近代中はソウルの自宅近くのガソリンスタンドで解放され、自力で自宅に戻った。直後に自宅で記者会見を行った際、日本人記者団に対して解放された。直後の心境を、暗闇の中でもなお明日の日の出を信じ地獄の中でも、なお神の存在を疑わないと、日本語でメモに記した。 事件後しばらく経ってから、警視庁は事件に、KCIA が関与していたと発表。捜査員は、ホテルの現場から、金しののめ、中日本国大官民国大使館一等書記官の指紋を検出し、営利誘拐容疑で出頭を求めたが、しののめは、外交特権を盾に拒否。しののめは、KCIA の東京での指揮官と見られていた人物で、 逃走に使われた自動車は在横浜副領事のものであった。日本国政府は死ののめに対しペルソナノン・グラータを発動間もなく外交特権に保護されて大韓民国に帰国した。警視庁によると少なくとも4つのグループ総勢20人から26人が事件に関与したと公表している。アメリカ合衆国のファー・イースタン・エコノミック・レビューの記事によると 牧政機と関係の深かった韓国人役ザの町井久幸がホテルのフロアをほとんどすべて借り切り、KCIA に協力したと掲載した。ニューズウィーク東京支局長バーナード・クライシャーはアメリカ合衆国の本社に町井久幸は KCIA と緊密に行動を共にし事件の背後にいた。しかし日本のどの新聞もこのことを取り上げない。それは 町井の組が自分たちを誹謗する者を拷問し殺すことさえ厭わないからだとの記事を送っている。韓国政府が近代中を中傷する情報を日本の新聞社に流す役割をしていた柳川次郎も関与日韓関連の著書が多いジャーナリストことを高尾によると柳川は日本の暗黒外の他の人物と同様に小玉義尾を通じて 韓国政府と接触を取ったという。また、元陸上自衛隊三佐で、陸上幕僚幹部、第二部別班などを経て退官後に、更進省を営んでいた、坪山幸造にも、拉致設定の依頼が金志野の目からあったが、愛国心から、坪山は拒否し、当時の内閣官房副長官、後藤田正春から、しばらく身を隠していろと忠告され、伊豆半島に潜伏していた。 この事件の責任を取って、李光楽は、中央情報部長職を解任され、日本国内では、反感,感情が高まった。その運動の中から総連系に唆そそされた、文政公が、牧政鬼殺害を試み、陸英州大統領夫人が死亡した。この事件の責任を取って、警護室長、牧小京が解任された。その後、中央情報部長に就任した、金再京が、 警護室長に就任した車、佐藤志哲に対する反感から、朴政剣暗殺事件を起こし、朴政権の滅亡とその事件を率先して調査した、全都間の対等を生むきっかけとなった。同事件について、日本政府は、主権侵害に対する韓国政府の謝罪と、日本捜査当局による調査を要求していたが、 同年11月の金消失首相の訪日と1975年7月の宮沢木一外相の法官で政治決着を図り、韓国側の捜査打ち切りを確認したが、韓国政府は KCIA 職員かどうかも認めず不起訴処分とし、国家機関関与を全面否定していた。後年大統領になった金大中はこの事件を一切不問にするとの立場を明らかにし、 韓国政府に対する賠償請求などに発展する恐れのある真相究明を露骨に牽制した。また、1973年11月2日に行われた田中角栄首相と金正筆首相との会談の内容を収めた機密文書がロブ原政権により公開され、日韓両政府が両国関係に配慮した政治決着で穏便にことを済ませようとしていたことが、 明らかになった。文芸春秋2001年2月号の記事によると、田中角栄首相が政治決着で解決を探る、僕大統領側から少なくとも現金4億円を受け取っていたと、現金樹児の場に同席した木村広康元新潟県議が証言している。また娘の田中牧子元外務大臣によると、事前に田中角栄は殺人をしないことを条件に拉致することを、 了承済みであったというただし、核への当時の対応については、近代中を殺害するつもりなら、爆破するぞと強く殺害の中止を求めたという説と、ことなかれ、主義的に拉致を認めたという説がある。2006年7月26日韓国政府は韓国、中央情報部の組織的犯行だったとする結論を出し、国家機関が関与したことを、 初めて政府として認めた。2007年10月14日、北海道新聞によると、当初禁止を日本の韓国系暴力団に依頼して暗殺することが KCIA 内で検討されたが、成功が困難と判断して断念したことを元 KCIA 職員が証言したとの記事を掲載した。なお、元国大統領の側近はこの証言を否定している。拉致の目的は、 金の海外での反政府活動を抑制するためだったと別の元 KCIA 職員が証言し、殺害計画の事実を否定した。同年10月24日、国家情報院の過去事件真実究明委員会は、当時の KCIA による組織的な犯行だったとする報告書を発表し、韓国政府として事件への関与を初めて公式に認め、キ・明夏季中日大使は、 日本国に陳謝をした。なお、これに対し日本国政府は、日本の試験侵害に対する公式謝罪と日本の捜査当局による関係者の聴取を求めたが、2019年現在まで正式な韓国政府による謝罪はない。ありがとうございます。